はいえー、3310回、3310回始めます、9月3日です。はい、うーんと、i t からですね、これ、今、マッチングアプリねあの、とにかく流行ってるみたいですね、私はほとんどやってないですね、ほとんどっていうあたりが、時々ね、見る、うん、見ることはあるけど、うんはい、マッチングアプリの結婚あ、増えてますよってことですね。今もう 25%、ね、結婚する人たち、ね、婚姻件数に占める、まあ、出会い方って言ったらあれだけど出会いの、まあ、結婚に至る出会いの、えー、25%がもうマッチングアプリだよとそんで出会い方ね、まあ、結婚ね、あのー、どういう経緯で結婚していくかっていうのを調べると今、マッチングアプリがもうトップだよということです25%で。 職場での出会いとか学校での出会いとかあと友人とかその他知人の紹介とかを抜いてあのマッチングアプリを介しての結婚が今一番多いいよととうことです、ね、そうやってマッチングアプリの結婚がどん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 増えてきてるんだけどその一方でまあ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 体目的とかねあの危険なイメージっていう意見もあるということでまあ あのマッチングアプリ絡んだ犯罪多いからね私のチャンネル見ていただければ分かるんだけど本当マッチングアプリはね犯罪の温床になってるっていう一面もあるということでねあのダークな部分もあるけども実際あの今少子高齢化の中でねあの結婚する男女が減ってきているという中であのマッチングアプリの出会いっていうのはもう本当に主流になりつつあるということですよ。子供家庭帳が 結婚や出会いをテーマにした、えー、ウェブ調査の結果をあの公表したと、うん、でこのウェブ調査ね全国を対象にして15歳から39歳未満の15歳から39歳の、えー、未婚・既婚問,問わずね男女、うん、約2万人におこ行われていてことでまあ割と大規模さすがこども家庭庁がやってるだけあって2万人対象に行われたものですということで大規模調査だね、うん この数字はかなり信憑性あると思うよ2万人だったら。うん、えー、っと直近5年,5年間の間に結婚した既婚者の出会いのきっかけはマッチングアプリが最も多く25%そして職場でいや仕事先ね仕事関係アルバイト先これが20%であと学校のまあ同級生とかね先輩後輩とか学校の出会いっていうのは10%っていうことで。 学校関連の10%、ね、職場アルバイト先仕事関係の20%を大きく超えてマッチングアプリでの出会いが25%ということで出会いの主流になりつつあるということですねマッチングアプリの利用に関しては利用経験では既、えー、婚者は56.8%と既、まあ、婚者の半数以上がマッチングアプリを利用したことがあると。 答え超えた一方で未婚者は26.8%っていうことでねまあ、4人に1人ちょっとねマッチングアプリの利用経験ね、うん、で既婚者が結婚を決めた理由については年齢的にこのタイミングしかないっていうのが44%で最も多くて、まあ、年齢とタイミングね、うん、私もこれだね結婚した理由年齢とタイミング。 あとこれ以上の相手は今後見つからないだろうっていうのが <laughs> あの41%っていう結果ですか。うん私の場合はまあ私の私も一応結婚,結婚してるんだけど私の場合はこれあれだな仕事関係の方仕事アルバイトとかそういったところだね仕事関係この20%に私の場合含まれるね。あと結婚した理由はまあ おそらくこのタイミングとかなんだろうな私はタイミング、うん、年齢的にとか、うん、なんで結婚しないのかっていうのを未婚者に尋ねると結婚すると夢がなくなるいやーその通りだよ <laughs> っていうのが多く多いと夢がなくなる既婚者は、うん、結婚すると夢が広がると考える割合が多いっていうことでねまあ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 私は結婚してまあそうだね 夢が広がったとも言えるけど夢がなくなったとも言えるどっちも言えるねこれね、うん、で結婚のハードルについて未婚者は出会いがないが29%、うん、まあそうだろうね私もけ、あのー、結婚してない時は出会いがないまたは出会いがほとんどない少ない、うん、あと結婚してるイメージができないそれはそうだよ結婚してないんだから <laughs> 一,旦一旦ね ×1 とか ×2 の人は結婚のイメージって湧くと思うけどね未婚 ねえ今まで結婚してない人は結婚してるイメージができないそりゃ25%こりゃ多いよ、うん、だって結婚してないんだもんあと自由を失いたくない24%まあ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 自由なくなるね結婚して子供生まれると途端に生ま自由なくなるねうんうんはいあとメリットを感じない26%うんうん あと、一人で生活したい。わかる。うん。一人はいいよ。でも、まあ、うん。そうだね。私なんか結、一人の時も一人が良かったし、結婚してからも一人が良かったし、っていうことで、私も一人好きだから。あと、人と関わりたくない。わかるね。それもわかる。人と関わりたくないよ。でも、寂しいんだよね。うん。結局、一人だと、関わりたくないんだけど、まあ、時々、だから、うんあの。関わりたい時もあるし、関わり合いたくない時もあると。うん。いうことなんだな、これ。うん。 だから結婚してて、うん、家庭内別居とかが本当は理想なんだけどね、うん、同居人みたいなね、うん、だから内縁とかねあの事実婚とかいいと思うよこれからは、うん、あと自由に時間使いたいこれもね事実婚だとできるからある程度、うん、事実婚っていうのはいいよ席入れようが入れまいが事実婚いいと思うよ私はだから私もね今ちょっとねあの昨日おとといかなうちの奥さんとものすごい喧嘩して。 あのうんざりしてるんだけどあの離婚しないなら、まあ、事実婚、うん、完全に引きこもりみたいなね部屋に、うん、そういうのもあると思うありだと思うよそんで奥さんと関わらないとかね <laughs> なるべくあと自分の時間を自由にするお互いにね、うん、っていうのがいいんじゃないかなっていう感じでまあまあまあとにかくね出会い、ね、今もうマッチングアプリの出会いっていうのがもう25%でトップだよと。 ね、職場とかの20%をはるかに超え、ね、あと何でしたっけ学校関連ね学生時代の友達友人あと同僚あ同僚じゃない同級生とかの10%だからそれ、ね、学校関連が10%職場関連が20%マッチングアプリが25%なんだからうんはいということでトップに躍り出たってことですねああとまあ 男女共同参画局の調査では、ね、男性の初婚年齢の、まあ、最頻値っていってあの男性が一番結婚するのは何歳かって調べたら男性は26歳あ違った男性は27歳女性は26歳で結婚する人が一番多いということですね一番結婚する年齢が多いのが男は27歳女の人が26歳そうだねこれぐらいならいいと思うよ。うんあの 理想的じゃないですか男27歳女26歳学校出て働きだして、まあ、ちょっと社会も分かってきたかなっていうことでねうんそんで結婚するっていう年齢でしたら男性27歳女性26歳っていうのは理想的で26歳の結婚だったらまあすぐ、まあ、1年2年で子供第1子産んだとしても28歳とかだからまあまあまあね第2子第3子ってまだねもっと欲しいんだらいける年齢だし 女性は、ね、26歳、うん、初婚年齢で、ねうん、一番多いのが、まあ女性はもう1、2歳若くてもいいかなって感じするけど、まあ26歳、いいんじゃないですか、うん、一番結婚する年齢が多いのは、男二は27歳、女は26歳ということですね、はい。で、平均は、うん、平均値は男女とも約30歳っていうことですね、私は遅かったね、私はもう30代半ば過ぎてからだから、結婚したの、もうとっつぁん遅いんだよ、ほ遊んでたから。 ね、自由気ままにやってたから若いうちは私、はい。ということです、うん、あのー、数字ね、マッチングアプリの出会い、結婚に至る出会いで25%、ね、あの学校関連が10%、職場関連が20%ということです。あと、初婚年齢、一番多いのが、男は27歳、女は26歳ということで。 で平均は男女とも30歳っていうことでねこのまああの基本的な数字の部分ねあの覚えておくと特に私なんかねたくさんニュース読んだりするとあのこの基本的な事実ね分かってるとうんちょくちょく便利かなっていう感じしますね。 はい、あとまあこの記事にも載ってるけどイメージねマッチングアプリやっぱりダークなイメージはあるよこれは持ってた方がいいと思うよ結局ね私このマッチングアプリの出会いが一番心配なのはまあそのねマッチングアプリねあの嘘はびこってるよね学歴とか年収とかあとそういったものも嘘はびこってるし男女ともね特に男性の方いわゆるやりもくっていうんですか、うん、それも多いしね男の方、うん、とにかく誰かと会ってね あのー、体目当てってっやつです,ですよそれでも多いしね騙してそれで騙して騙されたっていうのもあるしあと、ね、結婚前提に付き合ってたけど実はどっちかが既婚だったっていうのもね前このチャンネルでやりましたけどそういう嘘つきもたくさんいるしっていうことでそういうちょっとねあの学校とか同僚ってやっぱり嘘はないからねその人の経歴とかねあの嘘がないっていうかうんう あんまり嘘つけないとこだよね。学校とかだったらね。名前とか住所とか。だけど、マッチングアプリの場合、嘘つき放題だから。うん。ネット上の情報なんていうのは。あと、やっぱりそれでね、ストーカーになっちゃったり。うん。うん。わかんないよ。マッチングアプリの出会い。わかんないよ。あと、仮に結婚しましたっていう後でも、その後ね、うん、これマッチングアプリで男も女も出会ってるわけだから。結婚後、結婚した後よ。 結婚した後、夫の方も奥さんの方も、引き続きマッチングアプリを使用し続けるっていう可能性はあるよね。うん。お互い携帯見せ合うっていう、うん、チェックし合うっていうのも、これ限界あるから。うん。だからその不信感、両方ともマッチングアプリ使って出会ってると。これ間違いないから。マッチングアプリで出会って結婚してんだから。だから、結婚した後も、お互いに若干不信感は残るよね。うん。もうお互いにマッチングアプリ使ってたっていう過去は、お互い確認し合ってるわけだから。 うん、ただその後も、と、う、も、ん「お前マッチングアプリまだやってねえだろうな」みたいな感じでお互い、うん、夫婦間の,、うん、あの亀裂にな,るなりかねないとね結婚結婚した後も子供できた後も旦那がマッチングアプリでね他の女と会ってる浮気してるっていうのも多々あるだろうし、ね、それ女性のパターンもあるだろうしっていうことで私ねこれねもっと調査してもらいたいのは既婚者に調査してもらいたいね。うん で、離婚者とかね、うん、出,会い出会いの形によって離婚率とか出してもらいたいな私は、うん、学校で知り合った夫婦の何パーセントが離婚するか、ね、職場関連で出会った夫婦の何パーセントが離婚するか、うん、あとマッチングアプリで出会った夫婦の何パーセントが離婚するかってやったら私マッチングアプリで出会った夫婦の離婚っていうのは割合多いと思うよ私、うん、予想学校関連で出会った夫婦っていうのは少ないと思うよ、うん 職場関連の離婚はその間ね学校以上マッチングアプリ未満みたいな感じだと思うよあと他の記事に載ってたけどいわゆる一目惚れね男の方から一目惚れ女の方から一目惚れっていうね一目惚れあの松田聖子とか言ったらねビビビッときたとかねうん他の芸能人も言うよねパッと会って分かったと私もねあの今の奥さん 会った時ああこの人と結婚するなと思ったんだけどまあ一目惚れというのか何とか知らないけどそれがね、うんあこの人と結婚するわと思ったよ最初会った時、うん、あのー、まあそんな感じで一目惚れというかなんというかそれは少ないって書いてあったね記事に何かの記事に、うん、一目惚れので,で出会った夫婦っていうのは離婚に至る割合は比較的少ないっていうふうに私は記事では載ってた。うん っていうのは、そのね、離婚者に聞くアンケートみたいなのもね、聞いてみたいね、私はね。はい、ということで、終わりたいと思います。3310回、今、マッチングアプリの出会いが一番多いよと、25%だよという記事、紹介しました。チャンネル登録、高評価、お,、ね、お願いします。失礼します。